今東京は台風16号か近づいてて、まあめっちゃ大雨なんで今、まあ、見ての通りね、川もこんなんだし。でも俺はもう今日朝起きた瞬間から絶対やることを決めてたんだよ。それは何が何でもジム行くってことで、なんでかっていうと、こういう日こそ俺を強くするから、こういう日こそお前を強くするんだよ。なんでだと思う？一番行きたくないような時、きつい時こそやりたくないことやる。それがお前の意志力を磨くからなんだよ。で、考えてみれば分かるんだけど、俺らの人生って行動の連続なんだよ。で、その行動ってのは俺らが選ぶんだよ。ね。きついけどお前の成長につながること、それを選ぶか、楽して気持ちいいことするか、楽して何も成長起きないことやるか。いい？で、こういうきつい時こそやりたくないことやれば、その意志力ってのがつくんだよ。で、俺ら成長するためにはやりたくないようなことやんなきゃいけないんだよ。そのやりたくないようなことをやんなきゃいけない、やるためにはこういうきつい日に、きつい時こそやりたくないことやって、自分の悪魔に勝つってことだから、俺はやる、これを。で、これが俺を成長させる、間違いない。だ、お前も今この大雨でベッドで寝そべってんだったら、ジム行けって、やることやれって言い訳すんな。